バート・ルータン、エルバート・リーナー、バート・ルータンは、アメリカ合衆国の著名な航空機設計家、航空宇宙技術者で、実業家。ルタンもしくはルターンと表記されることもある。スケールド・コンポジッツの創業者で、元最サイコ経営責任者。オレゴン州、エスタ・ケーダ生まれ、カリフォルニア州、ディヌバ育ち。兄のディックは、ボイジャーのパイロット。 8歳で自分がデザインした模型飛行機を作る。1959年、エアロン化チャンピオンに乗り自身初の単独飛行。カリフォルニア州立工科大学で航空工学を専攻。1965年卒業、アメリカ空軍関連の仕事に就く。1968年、最初の設計機モデル27バリ、ビゲンを自宅ガレージにて製作開始。 1972年初飛行。1974年、ルータン航空機製作所、企業、主に複合材料を使用した組み立て式飛行機を販売。彼の設計した航空機には、エンテ型飛行機を、はじめ系のものが多いことで有名。ただし独特の操縦性に起因すると思われる、いくつかの死亡事故が発生。1982年、 スケールドコンポジッツを創業。初の無着陸、無給油で世界一周を達成した航空機ボイジャーや2004年にアンサリエクスプライズを受賞したスペースシップワンなどの設計で知られる。2005年度のタイム100に選ばれる。生涯で数々の航空賞を受賞。アメリカの国立航空宇宙博物館には彼の設計した5機の航空機が展示されている。 2011年、スケールドコンポジッツから、ルータンは引退。個人としての活動はその後も続き、2015年、ルータンスキーガル発飛行。人為的地球温暖化説に会議論を展開。設計に関わった他社の機体として、モデル54ルータンクイッキー。1978年、クイッキーとして、クイッキーエアクラフトコーポレーションより、組み立てキット発売。 斜め翼実験系 AD-1、ビーチクラフトスターシップなどがある。コズミックフロント、砂漠のスペーストラベラー等来。宇宙旅行時代 http コロンスラッシュスラッシュ www.nhk.or.jp スラッシュスペーススラッシュプログラムスラッシュコズミック 0214HTML。ありがとうございます。